ケトテリウム科は主に新生代中新葉前期引く、先進予後期にかけて生息したヒゲクジラの分類群の一つであり、コセミクジラの再分類が行われるまでは絶滅したと考えられていた。クジラ偶蹄目ヒゲクジラ亜目に属する。このケトテリウム科はナガスクジラ科の祖先を含むとされる。かつてケトテリウム科は多様なヒゲクジラの絶滅群が属していた。属する種は80を超えるほどであったが、これは原生群に属さない化石ヒゲクジラ類をすべてこのトガに放り込んだためであった。結果、このトガは多系統となってしまっていた。しかし近年整理が進められ、初期のグループはケトテリオプシス科として独立、エオミスティケタス上科に含められた。また、ナガスクジラ上科内に、ペロケタス科、アグラオケタス科、ディオロケタス科の3つのトガを新設する案も出され、ケトテリウム科は単系統の分類群として再定義されることになった。この再定義後を、ケトテリウム科、従来のものを、ケトテリウム科と呼ばれることが多い。新たな参加はほぼ、耳骨の形態に基づいて定義されているため、この分類の妥当性については定かではない。しかし、いずれケトテリウム科内の分類見直しが進むにつれ、抗議の呼び方は廃されるであろう。近年、コセミクジラがこのトガの唯一の生存種であることが判明した。ケトテリウム科に属する種の頭骨の形態には、大きく2つのグループがあることが判明している。一つは、ケトテリウムなどで上顎骨を構成する骨が後方へと伸長するグループ。もう一つは、Parietobalaenaなど身長が見られないグループである。このうち前者のみをケトテリウム科に分類される。以下の表には、競技、ケトテリウム科には含まれないものも示す。ケトテリウム科Cetotheriidaeペロケタス科、アグラオケタス科、ディオロケタス科、科不明のナガスクジラ上科エオミスティケタス上科、ケトテリオプシス科として独立参照。ありがとうございます。